こんにちは、ヘルフィット元気です。お久しぶりです。久しぶりの動画投稿なのに見てくださって本当にありがとうございます。パーソナルジム作りますという企画をやって、でオープン3日前っていうところで動画投稿途切れちゃってると思うんですけど、本当にその件は申し訳ございませんでした。ちょっと言い訳をさせていただくと、本当に人生を左右する重大な事件が2020年から起こっていまして、で本当に本人になるすごい今すごい大人になったと思って、3年ぐらいの人が投資されたんじゃないくらい濃い1年を過ごしていただくすごい重大なことが普段のお願いで僕たちも言えないと本当にそんなことがなって何かにも始めましてね、もしこの時の考えで逆に私はちょっとジムの話なんですけど、オープン3日前っていうところで途切れていて、で実際の動画の3日後、オープンさせました。2021年の2月4日に、このジムオープンさせまして、なんとですね、初月で10名の会員様が入会してくださって、本当に僕としてはびっくりしました。こんな来てくれるんだと思って嬉しくて、すごいありがたかったです。本当に来てくださった方、本当にありがとうございます。で、今このパーソナルジムヘルプフィットは、2月4日にオープンしてから約9ヶ月間営業させていただいてます。で、今11月なんですけど、11月といえばね、このテナントを借りた日が11月だったので、ちょうどその借りて準備を始めた段階から約1年が経ったって感じになります。本当にここまで営業してこれたのも皆さんのおかげですし、来てくださった会員様のおかげなので本当にありがとうございました。で、今どんな状況かっていうと、売上的には結構、プラスになってきていて、初期費用の方も結構回収できてきたような感じです。で、初期費用だけじゃなくて追加でいろいろ買いました。ちょっと今裏に見えてるこのパワーラックの方にもですね、スタイルフィットネスさんの方で出てるサブスタックのパワーラックに付けられるスミスマシンとかこれ今導入したりとかして、で、ちょっと新機材を入れて、営業をまた頑張ってるって感じですね。動画更新途切れてたじゃないですか。で、なんで今このタイミングで動画急に上げたかっていうと、この動画だけじゃなくて昔から動画をもし見てくださっている人がいたら分かると思うんですけど、このジムは僕とアオトっていうトレーナー2人で運営してるんですけど、そのアオトのね、準備期間中に1個目標を言ってたんですよ。目標というか、ちょっとふざけたノリみたいな感じで言ってたんですけどね、この掃除機覚えてる人いますかね。これ3000円くらいで買った掃除機なんですね。これ壊れちゃったんですよ。今まで活躍してくれてたんですけど、それで新しくこれです。アイリスオーヤマなんですけど、サイクロン掃除機みたいな、コードレス掃除機ですよね。これを買ったんです。コードレス掃除機買えるように頑張ろうなっていう、動画をね、アオトと動画の最中に言ってたので、もし気になる方はね、遡って見てみてください。動画準備段階の時の動画でコードレス掃除機買いてえなみたいな、そんな内容の話をしてたので、その目標が今日叶いましたと、そういうタイミングでもあったので、一応ご報告までに動画を投稿させていただこうかなと思いました。ジムの方はコツコツ頑張って営業しております。ここはね、サボらずに僕がやってきたところなので、今後ももうちょっとで1周年記念迎えられるんで、しっかり、すいません今サイレンになっちゃいました、ね、今後もしっかり、ちょっと待ってください、あら、すいません、ちょっと今消防車がバーって通ってサイレンだったんで話止めてたんですけど、ちょっと何喋ってたか忘れちゃいました。何の話してたかちょっと忘れちゃったので、もうちょっと締めようかなと思うんですけど、ということで、このジムコツコツ頑張ってきたので、これからもコツコツ頑張って、で1周年記念、しっかり迎えられるように頑張っていきますので、ぜひ、応援をよろしくお願いいたします。そしてなりますに通える方、ぜひお待ちしております。 LINE 公式アカウントをヘルプフィットの方で始めたので、ぜひ友達になっていただくとクーポンとかそのうち発行されるかなと思うので、チェックしてください。友達になってくれると嬉しいです。それでは、本日もご視聴ありがとうございました。